では理由に沿って、説明していただきたいと思いますけれども、まず2ページの概要の内容の部分からです。従来からの規制の趣旨を残すのは、このやつは全部残っております。インターネットを通じてですね、マニフェスト、今日は専門職員の方がお集まりいただいているということで、どのような条文が追加になったかということなんですが、今回の改正で、新たに追加になった条文です。投票率の向上とかそういったことにつながれば、好ましいとか見えてますけど、ね、問い合わせ等が来た場合にどう対処した方がいいのかとか、質問されたときにうまく答えられる、こちらとしての見解をきちんと持てるかどうかというのをある程度はっきりしておかないといけないのかなというふうに技術とかこう上がればいいなとかですね。ただ間違ったようなね、そういうふうなところでちゃうとちょっとね。